はいどうも皆さんこんにちはスターディのーの河野玄人です皆さん整数問題ってパターンなんですよどんな難しい問題も結局は整数問題の3パターンに落とし込んであげればあとはパズルのように楽しく解くことができるんですね今回扱う問題は2001年千葉大の問題なんですけどこの問題も非常に難しいただね整数問題の3パターンをしっかりと考えてあげればこの問題もパズルのようにツルツルと楽しく でできるのでぜひねこの問題を通して整数問題を解けるようになって楽しさをね気づいてもらえたらいいなと思いますそれでは早速見ていきましょう自然数 xy を用いて p 乗イコール x+y 乗と表されるような素数 p およびこの時の xy を全て求めようとまあこれね自然数っていう風にあってさらにまあ p も素数ですよとまあ見るからに整数問題整数問題を見た時に まず考えてほしいのが整数問題の3パターンって何だっ,けっててだけいうことなんですね、まあ、この問題を見てあれこれ悩ますよりもまずは整数問題の3パターンが何かそこから考えてあげるとすすごくく見通しが良くなりますねその3パターンというのが不等式で範囲の絞り込み倍数余りの利用因数分解で積の形。 もうこの3つは本当に大事なので、まあ、過去の動画でも、ね、いろんな問題で紹介してますけど、もうこの3つさえ押さえとけば整数問題負けることはないです。なので、もう覚えちゃいましょう。まあ、この問題を通してね、その3つがそれぞれ何を表しているのかということを見ていきますが、まず、不等式で範囲の絞り込み。例えば、今回の場合ね、x、y が自然数っていうふうに言ってるので、あ、x も y も1以上だな。 っていう不等式を一つ立てることができますよね。これは後で使います。で、今回、素数っていうのも問題になってるわけなんですけど、素数だとさらにいいですよね。だって素数っていうのは2以上の自然数っていうことが確定してるわけだから、x、y よりもさらに絞り込める。こんな感じで素数っていうのはすごく有利なね、場面っていうのがたくさんあるので、見ていきましょう。では続いて、倍数余りの利用。 これがね使える場面っていうのは特に素数ではねすごく強いんですよ。っていうのも例えば2の倍数の素数って言われたら何があるかって言ったら2の倍数2468点、点、その中で素数なのは当然2だけですよね。一般にここに素数が来る場合素数 p の倍数の素数って言われたらもう p で確定するんですよ。 だから素数この p が3の倍数なんだったらあじゃあ3か7の倍数だったらあ7かみたいな感じで素数が何とかの倍数、まあ、よく使うのは偶数奇数なわけなんですけど偶数だよって言われたら2みたいな感じで確定できるこんな感じで素数っていうのと倍数余りをうまく組み合わせると、まあ、例えばこういうふうな利用の仕方があるということを押さえておいてくださいでは最後で因数分解で積の形、まあ、これがよくあるパターンっていうのが このように x2 乗マイナス y2 乗イコール9となる整数 xy を求めたいってなった場合にこの左辺を因数分解してあげるとそうするとこの x プラス y と xy マイナス y はどっちも整数なわけだからこのそれぞれが共に9の約数になりますよっていうことがわかるわけですよねこれを利用してあげるだから9、1、3、3、1、9だけじゃなくてプラスマイナスねマイナスがあることも 忘れちゃダメですよ、まあ、この6パターンに絞れますよっていうのが因数分解で席の形の利用とでここでね一つ注意点があるんですけどこれまあ左辺因数分解したわけじゃないですかこれがうまく扱えるのは右辺が9っていう定数だからなんですね定数9だから仮に、まあ、よくわかんないね k みたいな何かしらの定数だとしましょうそうするとうん k っていうのは、じゃあ、1、K、K、1のプラスマイナスかなとはならないんですよね。だってもしかしたら、K っていうのは、約数を持つかもしれない。ね、6みたいな数字で、2、3に分解できるかもしれない。しできないかもしれない。分かんないじゃないですか。だから、いっぱいにね、K みたいな文字が入ってる時点で、うん、じゃあこれ、どう分解できるかっていうのが未定だから、うまくいかないなってなってしまうわけですよ。でもね、 今回素数を扱う場合は話は別なんですね。この k が素数 p っていうのが確定してるとしましょう。ね。p、素数であるっていうのが分かる場合っていうのは素数は分解できないわけ。ね。約数を持たないっていうのが確定してるわけだからその時点で p と1、1と p、あるいはそのプラスマイナスっていうふうに絞ることができるわけなんですね。 こんな感じで整数問題の3パターンがあるわけなんですけど素数っていう特殊性に着目してあげるとそれぞれより絞り込むことができるまあすごくね素数って聞くだけであなんかいろんなね絞り込みができて便利だなむしろ楽だなっていうふうに思ってもらえたらいいんじゃないかなと思いますじゃあこの問題見てあげてね与えられてる式 p2 乗イコール x3 乗プラス y3 乗まあパッと見てねこの3パターン見てあげればああ 因数分解したいなって思いますよね。x3 乗プラス y 乗 y3 っていうのは、ね、3乗足す3乗なわけだから、まあ、このようにね因数分解することができてイコール P2 乗あれ右辺が、ね、文字入っちゃってるよでも大丈夫ですよねなぜかというと P が素数であるから、ね、ちゃんと分けられるわけですよ今回2乗っていうのが入っているわけだけど これも問題ないんですよね。p2 乗を分けるときっていうのは結局 p2 乗 1pp1p2 乗とこのプラスマイナスしかないということは p が素数だから言えるわけですよ。よろしいですかね。まあ、p2 乗の約数がね、1か p か p2 乗の3つにもう限られるっていうのが言えるので、あとはこの6パターンを考えてあげれば OK。でもまあ6パターン全部調べる必要はなくて、ここで不等式で範囲の絞り込みが出てきます。 まあこの x と y がともに1以上なわけだからこの x プラス y っていうのが2以上っていうのがすぐ言えますよねこの時点でこの 1p 乗以下すべて無字ねダメだからこの2パターンだけ考えていけばいいということが分かるわけですねではこのそれぞれ調べていきたいんですけど次に着目してほしいのが x2-xy プラス y2 とこれが1っていうのはすごく なんか絞られてる感じしますよねなのでまずそっちから考えていくことにしましょうこの1つ目の場合この x ス x y y 乗1を糸口にね考えてあげるとまずそもそもの前提としてこの第2項っていうのは絶対に0以上なんだっていうことはしててもいいかもしれません。 まあ3乗引く3乗とか3乗足す3乗っていうのを因数分解したときにまあ x プラス y ね1乗足す1乗とか1乗引く1乗が出てきますよねじゃない方の因数この x2 乗マイナス xy プラス y2 乗の方っていうのは絶対0以上なんですでこの証明方法はおそらくね皆さんどこかで見たことあるのかなっていうふうに思いますけど何するかって言ったら平方完成ですよねこの二次式をまあ x についてね文字として見てあげると x-2 2分のの y 乗そうすると、まあ、残りの、ね、y 2乗の係数を整えてあげると4分の 3y という風にこの左辺は変形することができてそうすると2乗はどっちも、ね、0以上なわけだから0以上足す0以上だから当然0以上だよという風に証明することができるんですけどじゃあ今回はイコール1ですとこれによって何が言えるかというと不等式で範囲の絞り込み、まあ、これがイコール1なわけでこの どっちの項も0以上なわけですよねじゃあこの第1項が0以上っていうことを利用してあげると足して1なんだよってことは4分の 3y2 乗っていうのは1以下って言えますよねよって4分の 3y2 乗が1以下となる自然数 y っていうのを考えてあげると、まあ、y が2の時点で1超えちゃいますからねこれより y=1 っていうのが確定して まあ、あとは x、x2 乗マイナス xy プラス y2 乗イコール1に y イコール1代入してね、自然数 x を求めてあげると1っていう風に確定しますと。じゃあ、あとは p を求めていこうって考えるんですけど、x プラス y っていうのは1たす1で2。2は p の2乗、素数の2乗っていう形ではないので、結局ダメですね。解はありませんよってことがわかるわけです。では、p2 乗と1の方はなかったので、続いて。 x x xy ププララススス y y イイイココーールル p p 二二乗乗マナとなるような自然数 xy と素数 p を求めていきましょううんどうすればいいのかなっていうふうにまあ止まってしまう方も多いと思うんですけどここで気づいてほしいのがそもそもこの式パッと見た時の印象もちろん対称式ですよねまあこんな感じで見るからに対称式なものが出てきたらああ基本対称式に落とし込んで考えるんだろうなとね、まあ x y は p っていうのが分かってるわけだから、あとは xy を求めていきたい。まあ、第2式っていうのは、x プラス y の2乗マイナス 3xy イコール p っていうふうに変形できるので、x プラス y イコール p をここに代入してあげると、xy っていうのは3分の p2 乗マイナス p というふうに変形することができます。まあ、このね、基本対称式を見てあげれば、何使いたいかというと、もちろん解と係数の関係ですよね。 まあ、解と係数の関係より、まあ、このね、二次方程式の解が、t イコール xy と、ね、x プラス y が p のマイナス1倍と、3分の p2 乗マイナス p がここに来ると。まあ、これで、どういうことができるかというと、不等式で範囲の絞り込みですよね。まあ、この t が実数解を持ってほしいわけだから、判別式を考えてあげる。d イコール p2 乗マイナスける3分の p2 乗マイナス p が0以上と。まあ、これを解いてあげると、 P っってていいううのののはは、以以上下次不等式なでで容易に求めることができます。まあ、今回は、ね、結果としてこんな感じで綺麗に絞り込めたんですけど絞り込めなかったらまた別の、ね、絞り込み方ないかなあるいは倍数あまり利用できないかなっていうふうに順番に考えていくわけです、まあ、今回はうまくいって P っていうのは素数なわけだから、ね、0以上4以下の素数って言ったら P は2か3ですよね じゃあ、あとは p が2の場合と3の場合、それぞれ調べればいいんですけど、もうね、この第一式、x プラス y イコール p っていうのを見てあげたら一瞬でわかります。x プラス y イコール2の場合ね、p が2の場合っていうのは、足して2になる自然数って言ったら1、1足す1しかないですよね。だから、1、1っていうのを考えていくと、まあ、この第二式1、1引く1足す1イコール2っていう式は成り立たないんですよね。 p イコール2を代入して x, y が1,1っていうのは出てくるんだけど、第2式をな満たさないから、これは p イコール2の場合は不適と。よって、p イコール3の場合を考えればよくて、まあ足して3になる自然数って言ったら1と2ですよね。じゃあこれ第2式成り立つかなって考えてあげると、1の2引く1かける2足す2の2乗。これはちゃんとね、右辺3と等しくなるので、第2式も満たしますよ。よって、答えは p が3。 でこの時 xy はって言ったら12か21とこれが答えになるわけです。よろしいですかねまあこんな感じで整数問題の3パターンをね使っていきながらどれが使えるかなってそのたびそのたびに考えていくだけでこのねめちゃめちゃ難しいんですけどこの問題もしっかりと解くことができるというわけです。 今後もね、こういったためになる動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮っとしようっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。